日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島良津島良津島は岡山県倉敷市水島にある地域である。旧浅口津良島町のうち、現在競技の水島に該当するエリアを除いた地域である。抗議の水島地区の西北部と占める。名を等ページでは便宜上、大技の一部である良島町の名を略して説明している箇所もある。 高橋川下流の川口付近東岸にある、津良島山海とも呼ばれ、太平山などの山頂を持つ、独立級の周辺と、その南部に広がる平野部に相当する。山海周辺の山陸部は、古くからの集落が多いが、平野部は水島工業地帯のベッドタウンとして、宅地、道路が開発され、住宅地やロードサイド店が多く立ち並ぶ一方、鶴神寺や校長、 北面など田畑も多く残っている地区もある。また、丘陵部も大型住宅地が造成され、地域全体の人口は現行の暮らし岸施工時に、比べ激増している。古くは、周囲は、海域で、津良島山海は、備前国小島郡生誕に属し、小島の続投である津良島という当初であった。和名類受賞等に記載されている、虎京は、 津良島を中心とする一帯に否定されている。小島郡北西地区では、東の富士と港に対し西の津良島港とし、高橋川の河口に近い内海港として栄えた。中世になると、虎島省という虎橋を元にしたものとされる荘園があったとされ、欧永20年の当時文書に、小島郡にある細川市の所領として記録が残る。なお、虎橋及び、 トラのその衝撃は不明である。大日本地名辞書では、当地の他に東隣の福田や小島地区南部を含む一帯と推定している。一方、衝園資料では、蔵島のみに否定している。蔵島の表記は中世後期頃から散見されるようになったとされる。戦国時代は毛利氏の配下となる。中世後期頃になると、紀比の穴海の西北部で、 津島北部から高橋川、川口までの間に広がる、あっちの海が、高橋川の中積作用により、浅くなり干潮時には、干潟が広がるようになる。天正期に、浮田秀家が命じて行われた干拓を川切りに、江戸時代にかけて徐々に干拓による、神殿開発が進行し、陸地が南下していった。高橋川が、現在の創舎市西温、こっちで東西に分岐した。 ヤワタ山山海を北端とするデルタも南下していき、17世紀前半、寛永6年の西八王期に行った、津良島北面神殿の干拓により、ついに津良島あり口化。前述のヤワタ山を北端とするデルタの南端部となり、東西高橋川に囲まれた砂欠、水江、中島、西八、片島などと同じ川中島地帯の一部となった。これにより、北側は、 漁業地帯から農村地帯へ変化するが、南側は海に面し、また東西両高橋川川口部という地になったので、港町としてはまだ機能していた。なお、この頃に備前国小島軍から備中国浅口軍に移管された。その後、18世紀以降になると、津良島南側も、神殿開発の拠点となり、高潮神殿、大江神殿、網羅神殿、 亀島神殿、西の浦、新田、鶴神殿などが開発され、港町、漁村から農村地帯へ変貌した。これらの神殿は、備中南東部の平野部と同様に、全国屈指の綿花の栽培地となり、それに関連する鉄麦糸なども生産された。かつての水夫や漁夫は、鶴島商人として、全国を行商するようになり、綿関連の商いを行い活躍した。 他にも、イグサなども、全国有数の栽培地であった。近代になると、綿作の水尾し、それに伴い鉄麦糸などの綿花工業も衰えたが、これらの神殿は、高橋川の荒廃出地帯であることを利用し、ハスナが多く誕生。レンコン栽培が、盛んに行われ、同じく、高長地区などでは明治、大正期の高橋川改修による東。 高橋川廃川地を利用したごぼうも生産されるようになり、広く県内外に流通。現在では、じまれんこん、高蝶ごぼう、じまごぼうなどとしてブランド化されている。その他では生姜なども栽培されている。また、現在は衰退しているが、湿地帯の足を原料としたじますだれの生産も農家の副業として広く行われていた。 その後ビニール製にシフトした。近世以降、津良島の所領の変遷は目まぐるしく変化しており、それは明治になっても同様で、合併、分村を繰り返す。明治36年に、津良島、西の浦、亀島、鶴神殿の各村が合併して、新しい津良島村となり、ようやく津良島が一つとなる。明治45年4月1日の調整施行を経て、 昭和28年6月1日に旧倉敷、昭和42年2月1日に現倉敷市となり、現在に至る。明治、大正期の高橋川改修による東、高橋川廃川寺は、西半分が、良島町分で、川口部は、東半分の福田分と、両地沖合の間宅、埋め立てによる、深海地と合わせて一体化した、都市計画が行われ、 競技の水島エリアを形成した。特に旧川口部廃川地は市街地を形成し発達した。現在は津良島とは別地域として扱うことが多い。工術の西の裏の南に広がる平地で、近世における干拓地である。水島の他地域同様に市街化が著しいが、一方で農地も未だ多く存在し、工業地として知られる水島管内で随一とも言える。 農業地となっている。古くから土地質を生かして栽培されたレンコンが特産品となっている。三海西部を占める地区で高橋川の東岸にあたる。対岸には玉島の上なり、落島がある。かつて、津良島町の役場が置かれるなど、津良島地域の中枢的な地区である。水島工業地帯が造成されると宅地が多く、造成され人口が増加。 特に南西部に、川崎製鉄の巨大社宅が建設され、鶴の裏の大技が新設された。これにより、新たに西部を学区とする、霞宮小学校が設置された。亀島、亀島神殿、蔵島中央、神田からなる。蔵島山海中部の柳の南方に広がる平地で、近世の干拓地である。竹南端部に亀島山という丘があり、かつては島であった。 地名はこの山に由来する。なお同じ旧亀島村域である柳も、東エリアに含むこともある。貫島山海の中部に位置し、山の南と北に広がっている。南側が、柳の中心地区なので北側は事実上の飛び地の状態である。歴史的背景も考慮し、北面は後日の北面のページで記述する。地名は、源平水島合戦の時に、那須与市が、 大の的をいた矢の柄が流れ着いたことに由来すると言われ、宝島寺は、その時の矢を宝としたという伝承に基づく寺院と言われる。津良島及び、津良島一から5丁目からなり、津良島地域の東部にあたり、三階東部とその周辺の平地からなる。津良島町新設以前の津良島村及び、明治初期の大江津良島村におおむね相当。競技の貫島にあたり、 抗義の貫島との混同を避けるため、このエリアを、貫島東小学校から、公明の貫島東と呼ばれることもあり、他に、東貫島と呼ばれることもある。なお、丘陵北部は、地図上はつながっているが、地理的に事実上の飛び地の状態で、学区も別であり、歴史的経緯もあり別地域とされることも多い。詩人、ススキダ休の出身地で、成果が残る。 津田島三海北側一帯の地区で、現在は北面という大技はない。しかし、西の浦、ら津田島の山の北側は、それぞれ北面という小技となっている。住所表記上は津田島、ら西の浦と続いているが、山があるため実際は事実上の飛び地となっている。そのため、津田島、柳、西の浦の南側地区とは、特徴が異なっており、学校も、 津島北小学校として別学区を形成している。昭和53年に人口の急増に伴い設置された旭日が丘小学校の学区に相当する。上記津島の内校長と新興住宅地のうぐいすきを中心にした地区。他、津島北学区の大浦や近隣地区である福田、西谷中島、大高などもわずかであるが学区に含まれる。 平成24年9月末現在。ありがとうございます。